皆様におかれましては、この時期特有の大きな寒暖差だけではなく、未だ猛威を振るう新型コロナウイルスやインフルエンザなど感染症も含めまして、体調には十分お気をつけていただきたいと思います。それでは早速会見項目の説明に入らせていただきます。まず資料1ページ目を開きください。一つ目は、県内唯一であります牛特産富有柿皇室献上を決める最終審査会を開催することでございます。石岡市は11月14日火曜日、八郷総合支所にて、献上柿として皇室に届ける市特産品、富有柿の最終審査会を開催いたします。審査会当日は、生産者で構成する石岡市八郷柿振興協議会の役員などが審査員となり、出荷組合による一次審査で選ばれた210個の柿から、特に品質の優れた72個を厳選、よりすぐりの一品を3つの切り箱に詰める作業を行います。選定された富有柿は、翌15日に皇居及び秋篠宮邸へ献上する予定であります。茨城県内で毎年皇室へ献上を行っているのは、石岡市の富有柿のみとなります。当市では、献上柿と同等品質の厳選した富有柿を、地方のきらめきとして販売しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。続いて2ページ目を開きください。2つ目は、台湾は日本の石岡をまだ知らない台湾最大の旅行博 ITF で石岡の魅力を PR することでございます。石岡市は11月3日から台北市で開催されます2023台北国際旅行博 ITF2023 に参加いたします。台湾旅行博は1987年に始まった今回で31回目を迎える台湾最大の旅行博で、世界各国の観光関連の企業、団体がそれぞれの旅行商品や観光地の魅力を PR するイベントです。当日は石岡市長や観光 PR 関係者が台北市を訪問いたしまして、市の観光や物産の魅力を存分にアピールすることで、台湾からの観光客や物産販売の促進につなげます。また、台中市におきましては、同じ石岡の名称を持ちます石岡区があることから、台中市内を視察するほか、農業4団体、JA 新日立の JA 八郷、台中市石岡区農会、台中市新社区農会、この4団体の交流に向けた会合に同行するなど、今後、台中市との経済交流や文化交流を進めていくための各種活動を行います。茨城空港から約3時間半のフライトで行き来ができる台湾との交流は、アフターコロナを見据えたインバウンド復活の大きなポイントとなりますので、石岡市一丸となって活動していきたいと思っております。続きまして資料3ページを開きください。3つ目は、身近な石岡を身近な動画で、石岡市シティプロモーション動画コンテストを開催することでございます。石岡市では、市の認知度向上や、交流人口、関係人口の拡大、市民によるふるさとへの愛着や、誇りのさらなる醸成を目指しまして、石岡市の魅力を映像により発信するため、コンテスト形式で作品を募集する、石岡市シティプロモーション動画コンテストを開催いたします。募集するテーマは、市の魅力を市内外に発信するためのブランドメッセージであります、あなたの〇〇がある町石岡に関連した市の魅力が市内外に広く伝わる動画、風景やイベント、観光資源などで、一作品あたり1分から3分程度のショート動画といたします。受賞作品は、市のホームページや公式 YouTube のほか、デジタルサイネージや各種イベントなど、広く広報媒体として展開していく予定であります。皆様からのアイデアやコンテンツが、石岡をバズらせるための重要な要素となりますので、たくさんの応募をお待ちしております。続きまして、イベント情報についてご紹介いたします。1点目が、石岡市スポーツ推進協議会によります、10月29日日曜日、スポーツフェスティバル、みんなで楽しくワクワクを開催することでございます。
子供から高齢者まで世代を超えて全ての種目に参加できるスポーツの秋にふさわしいイベントでありまして、当日は市スポーツ推進員がサポートを行い、スポーツを通じたダイバーシティの活動を支援いたします。普段からスポーツを楽しんでいる方はもちろん、これを機会に取り組んでみたいという方など、多くの皆様のご来場をお待ちしております。次に、第27回石岡市企画展でございます。企画展実行委員会及び石岡市教育委員会におきましては、文化芸術の振興目的としまして、石岡市にゆかりのある芸術家の作品を展示する第27回石岡市企画展を開催いたします。11月1日水曜日から6日月曜日にかけて開催します今回の企画展では、加藤百合子さんが陶芸作品を、関清岳さんが書の作品を展示いたします。芸術の秋をお二人の方の、お二方の作品とともにご堪能いただければと思います。次が、リバチャリ・イン・石岡であります。石岡市内を自転車で巡って観光するイベント、リバチャリ・イン・石岡が11月12日日曜日、ラッキー FM 茨城放送主催のもと開催されます。当日は、八郷総合支所を発着点として、市内約37キロを自転車で走行するほか、各エイドステーションでは、石岡市の特産品を堪能することができます。八郷地区を中心とした里山風景や特産品を楽しみながら、石岡市を体感していただくことで、交流人口や関係人口の拡大につなげてまいります。次に石岡ふれあい祭り、秋の柿岡城祭りであります。これまで石岡市八郷商工会が主催しておりました柿岡城祭りを新たに石岡ふれあい祭り、秋の柿岡城祭りとしてリニューアルいたします。イベント当日は約40店舗の地元産品販売ブース、キッチンカーが出展するほか、石岡市ふるさと大使を務めます石岡市出身のお笑い芸人、郷皆川さん出演のお笑いステージ、八郷納豆早食い大会、模擬上等式による餅巻き、高円寺阿波踊り振興協議会による阿波踊り講座や、一緒に阿波踊りを踊れる出演等が行われます。会場までのアクセスとして、臨時駐車場や無料シャトルバスを用意するほか、一部の臨時駐車場から会場まで、昔懐かしいボンネットバスに乗車できるなど、楽しい催しが盛りだくさんであります。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場いただきたいと思います。次に、第64回石岡市美術展であります。石岡市と石岡市教育委員会では、11月26日から第64回石岡市美術展を開催します。美術展では、本市出身者や市内在住、在勤、在学者などが制作した作品を2期に分けて展示します。昨年は218点の出品があり、コロナ禍にもかかわらず、期間中は954人の方にご来場いただきました。今年も多くの方々のご来場をお待ちしております。なお、10月23日から11月2日までの期間、出品申し込みを受け付けておりますので、出品をご希望の方は、ぜひお申し込みください。続きまして、茨城フラワーパークで開催中のムーンライトローズガーデンについて、ご紹介いたします。本日は、茨城フラワーパークより、長田園長にお越しいただいておりますので、園長より直接 PR していただきたいと思います。それでは、長田園長どうぞよろしくお願いいたします。茨城フラワーパークの園長をしております、長田と申します。よろしくお願いします。本日は、このようにお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。今ですね、ちょうど秋バラが見頃を迎えています。お手元の方にチラシをさせていただいたんですが、こちらのバラの写真が入っているチラシですね。秋バラが今最盛期を迎えていまして、見頃としては11月の中下旬ぐらいまで続く見込みです。すべて地域の食材を使っています。で、そのこのまま喋ってる方がいい。
初めてのことなのでいろいろあります。はい、わかりました。で、その地域食材ですね。これをただテーブルで見るだけではなくて、生産現場も見てから食事をするということに価値があるなと思っていまして。大里園長ありがとうございました。まあ、ただいまご紹介のありました、茨城フラワーパークをはじめ、まあ、本日の開催場所であります、この石岡駅西口交流施設など、石岡市内にはたくさんの見どころ、あるいは特徴を持った施設がございますので、ぜひご利用いただきまして、石岡市の魅力を体感していただきたいと思います。まあ、本日は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。